テンポ上げていけば相手も勝手に上がるから、うん、追わざるを得ないというか、そっちに持っていかないと、その流れの中での背後、そうそうそう、うん、行くけど外れたけどもう一回やり直すとかさ、いう場面もあったじゃん。ああいう場面をいっぱい作りたい。あ、そうだよ、ね、勝ってる場合、勝ってる場合、テンポっていうよりやり直すのは意識したけど、あそこでボール保持したいよね。かけられちゃった時にそのテンポ上がってるからそのまま行っちゃうのよ。あ、そこをやっぱ一回ステイして引いてみるっていうことができれば、はい、本日10節カフリンガ、カフリンガです。宿敵カフリンガ、ここ3年ぐらいカフリンガ勝ててないから。確かにそんなイメージあるな。経験あるからさ、今のメンバーも特にそうだよね。だからやりづらい、どうなんだろう、映像見るだけやりづらそうじゃないんだけど、うん、やっぱ結局ずっと知ってるからさ、うん、経験ない選手もいるからさ、その中でどうなるかっていうところで、うん、でも本当今日勝たないと上位ビーグ行けないから、うん、前回も落としたのがだいぶでかいけど、そうだな、でもやるしかないんで。もうカフリンガ決まってるんだよね、普通に。あ、多分決まってるから、もう15あるから一応、そうだよね、分かんない、俺らと並んで直接対決でどうなるかって。あ、そっか、結構混戦だもんね。そう、結構あるけど、まあちょっとアップ遅れてるから行きましょうか。¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Thank you.
シュート、ポイント。Thank you.
するか。
うい、ナイスナイスナイスハ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 イハ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 イナイスナイスナイス。カブリンガがなんか今日ホルダーみたいな感じでマジちょっとロムさん来たけど、あー気持ちよかった、はい、あー最高、マジマジでやべーやばいってこの後2試合空いてんの、2試合空いてんだ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 、そうか、みんなでご飯食ってきなさいよ。え、巻いた？ちなみに。え、でも巻いたんじゃない？やめろ。決めた？3点目。あの、叩きつけボレー。あ、そうだ。ああ、そうだよ。決めたね。こうなった？うん。イブラヒモビッチみたいになった。さあ、コーナーさ、あれだわ。これマンツー、コーナーじゃない。キックインだよ、キックイン。キックインでさ、コーナーっぽいキックインあったじゃん。いや、コーナー、あの時はコーナーでした。いや、あれね、キックイン、キックインだから、グラが出ないよってなって。ああ、そうそう、だからあれさ、俺もうマンツーで出た方がいいよ。マンツーつけなくなって、あそこまで入ってないじゃん、もともと。だけど俺がこっちにもうずれて、あの、たかし君見てってやっちゃった方がよくない？どう？あれ、ゾーンであのまま真ん中入れない方がよくない？いやー、どうだろうな。キヤキでしょ。チュウスケいる？やべ、シュウスケ、あれどうなんだろうね。って思ったよ。それならニアもっとがっつり上げて、移動もちょい被して勇気も一緒に上げて、あ、もう全体的に、まあ、そう、まあ、全体的に上げないと多分バランスよく悪いのもあるじゃん。あれむずいよな、あの時にどう対応するか。だってさ、俺見えてないから、結局さ、こっちは選べるから。だから優勢も上がっちゃいけないよ。そうだよね。優勢はこの位置いたらこうやって入るけど、入られてもこうやって入ってればロケいけるよ。ここにもちょっとなんか俺もうマンツーまで普通についた方がいい気がするけどな。なんかその方がやりやすい。てかそのエラーがそんな出づらいかなって。ゾーンの方が一瞬開くじゃん。毎回ってよりは。そうそうそう。ただそれでいいかもしれない。ただもう閉めるか、ゾーンだったら移動から前いいかもしれない。2番のやつ閉めるしかないと思うんだよな。結構あれやな。あんだけやってもさ、どっかしらあるからさ、むずいわ。セットプレー、まあ、まあ確かに深くね、マジで。それがフットサルだ。フットサルだよ。だってどんなにちょんどん警戒してもちょんどんに入ったりするやつですよ。今日のフリーキックもそうよ。いや、本当だよね、あれこれさ、何でもないなと思ったんだけど、やっぱりでもあれ経験だよ、あれだったら正直ヤマが切ってれば、なんでもない。奥のパスにあれ、本当は切んなきゃいけない、うん、結構普通に斜めのパス通ってるから。普通のね、あのパスライン切んないといけないから。あれ予測できてればパーンってさ、もう、そう、そのまま。ワンタッチでカウンターみたいになるよね。真ん中に出ても、その、なんていうの、こう、あと、後置いてからさ。こう出てからのリアクションが対応できる。全然いける。たまにいるよね。まあ、とりあえず、個人としてあんまよくないけど。チームが勝てば。チームが勝てば。てか別に、カモなく、カモなくみたいな。俺は。でも面白かったね。カフリンガもやっぱ上手いから。あ、そうそう。見てる方、ゲームはめっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。でも俺なんか、ちゃんとしてる方がやりやすい。で、バディよりやりやすい感じするよね。めっちゃやりやすい。お互いに多分。今日、ちゃんとやってくれたの。思ったけど、俺結構さ、バディとの途中も、多分あのまま流れてたら、多分やられて、引っ掛けられる。だからテンポめっちゃ上げろっつって、ずっとテンポテンポ言ってたんだけど、あれやんないから、多分ギア上がんなくて、自ら沈んでっちゃうみたいな。で、引っ掛けられてカウンターがやべえみたいな。あれで、なんか畳に行くわけじゃないんだけど、テンポ上げていけば、相手も勝手に上がるから、もう追わざるを得ないというか、そっちに持っていかないと。その流れの中での配慮。そうそうそう。だから途中さ、なんかこう、行くけど、外れたけど、もう一回やり直すとかさ、いう場面もあったじゃん。ああいう場面をいっぱい作りたい。あ、そうだよね。勝ってる場合。勝ってる場合。そうだね。俺はちょっとそれ意識したけどな。そのテンポっていうよりやり直すのは意識したけど、あそこでボール保持したいよね。で、そう、そこで保持したいんだけど、まあ、例えばさ、引っ掛けられちゃった時にそのテンポ上がってるからそのまま行っちゃうのよ。あ、そこをやっぱ一回ステイして引いてみるっていうことができればかなり強い。ごめん。いや、あ、全然全然。かなり乳首アップする。最高じゃん。 That's all right.